KTM-5 はソビート連邦の鉄道車両メーカーであるウスチカタフスキー車両製造工場が手掛けた路面電車車両。1960年代から1990年代にかけて製造が行われ、総生産数15,036両を記録した世界最多の路面電車車両である。ウスチカタフスキー車両製造工場はウスチイコールカタフに本社、工場を置く。 鉄道車両メーカーである。18世紀後半に製鉄会社として創業した同社は、20世紀初頭に製造した飛び出シ支電向けの車両を皮切りに路面電車市場へ参入し、ソビエト連邦成立後は各地の都市へ向けて電車の大量生産を実施していた。だが、第二次世界大戦前後を含めて同社が製造していた車両はすべて小型の二軸車で、 急速な需要の増加への対応は難しい状況だった。一方、同時期にはソ連の他の鉄道車両メーカーも多数の路面電車車両の生産を行っており、リガ車両製作工場では大型ボギー車の MTV-82 が量産されていたが、当時の路面電車網の急速な拡大に生産速度が追いついていない状況だった。そんな中、 ロシアソビエト連邦社会主義、共和国閣僚理事会からの布告により、ウスチカタフスキー車両製造工場は1959年に、ソ連圏内における路面電車車両の主要生産者に任命され、新型車両の開発に着手した。同じ頃、ソ連各地には、東側諸国のチェコスロバキアプラハの鉄道車両メーカーであるタトラ国営会社、スミーホフ工場の路面電車車両、 タトラカーの導入が始まっており、高い品質や性能に加えて、大量生産体制が大きく評価されていた。これを含めたソ連各地の路面電車車両をもとに、1963年に試作車が完成したのが、KTM-5 である。ただし事項で述べる通り、1969年以降の量産に際しては、車体の構造やデザインが大きく変更されることとなった。 1963年に2両が製造された試作車。車体デザインはタトラカーをはじめとした製造当時のソレのボギー車と類似した流線型で窓は固定式となっており換気は屋根状に設置されたベンチレータによって行われた。上空扉は右側に3カ所設置され両開き式折戸が用いられた。電気機器はリガー車両製作工場で量産されていた。 RVZ-6 と同一のものが使われており、主電動機の出力は3 1ットであった。製造後は、チェリアビンスク市電で試験が行われたが、より先進的な車両を開発するという、ウスチカタフスキー車両製造工場側の意向から、KTM-5 が量産されることはなかった。試験終了後は、工場内に保管されていたが、2020年で、 すでに両社とも解体されており現存しない。試作車の KTM-5 の実績をもとに、より先進的かつ低コスト、低重量な車両を目標に開発が行われた量産形式。軽量化のため車体の製造にあたっては繊維強化プラスチックが多用され、試作車と比べて重量が2から3トン減少した。座席も従来の2人掛け1人掛けのクッション付き座席から、 背もたれにクッションが設置された独立式のプラスチック製座席に変更された。さらに車体デザインについても曲線を多用した KTM-5 から大きく変化し、脳型体ら状の外観へと改められた。1965年から1967年にかけて軽古量の量産先行車が導入され、換気装置や窓の構造などの比較が実施された。 その結果をもとに1969年から量産が始まり、計620両がソ連各地の路面電車に導入された。だが、1970年に入ると電気機器や製造装置の故障が多数報告されたほか、それが起因となった火災が品質し、プラスチック製の車体の燃焼により発生した。 有害物質が原因の化学中毒による死者が報告される事態となった。その結果、ウスチカタフスキー車両製造工場にはソ連、一般工学省と RSFSR 公益事業省から車両設計変更の命令が下され、安全性を高めた車両の開発が行われることになった。これに伴い、KTM-5M の半数以上は同工場で、 改修工事が行われた一方、それ以外の車両は、各地の路面電車事業者による改造が実施された。2020年現在、カザフスタンのパブロダル市電2971年製の、KTM-5M が一両残存しており、同年の時点で世界で最も古い KTM-5 となっている。KTM-5M3 車体設計に関して、 複数の問題点が指摘された KTM-5M に代わって開発された形式。車体デザインは KTM-5M を踏襲した一方、側板をプラスチックから後半に変更し、コルゲート加工を施すことで強度や安全性が増した。1971年から1990年までソ連各地の都市に向けて大量生産が行われ、 千 1, 計1万2 4 9 3両が製造された。地元のレニングラード機械技術向上製の電車を継続的に導入していたサンクトペテルブルク市電でも、1980年代の大規模な路線延伸、再編に対して、従来の車両の製造が追いつかなくなったことを受け、1980年代初頭に250両が導入され、2007年まで使用された。ただし、 モスクワ市電をはじめ、KTM-5 の導入が行われなかった都市も、いくつか存在した。1976年までは、KTM-5M3 が正式な形式名で、あったが、コンピュータによる管理体制を整えるためのコード番号が、ソ連の鉄道車両に導入されたことで同年以降は、71から605という、形式番号も使用された。この番号には、 ウスチカタフスキー車両製造工場で5番目に開発された路面電車車両という意味が含まれている。1990年以降は台車や機器の設計を変更した車両が製造され以下のように形式が改められた。以下、特筆がない限り KTM-5M3 の構造について記述する。単行運転が可能なボギー車でループ線が存在する路線での使用を 前提としているため、運転台は片側のみに設置されている。また総括制御にも対応しており、2から3両編成での運行も可能である。車体はモノコック構造を用いて設計され、KTM-5M は外反に繊維強化プラスチックが、KTM-5M3 は屋根や車体前後を除いて後半が使われている。また後者は強度を高めるため、 側面層下にコルゲート加工が施されている。車内は、初期の車両はラッカーによる吹き付け塗装が行われた。後半、後期はプラスチックによる裏打ちが行われて、床板は滑り止め用のゴムで覆われている。また、機器の整備が容易になるように床下には4つのハッチが設置されている。座席は、進行方向を向いた一人掛けの椅子によるクロスシートが用いられ、 右側に2列、左側に1列設置されている。上高扉は外吊り式の片開き扉があり、開閉にはチェーン駆動が採用されている。台車はアメリカ合衆国の PCC カー向けに開発され、後にライセンス契約によりたトラカーに用いられた B-3 台車をもとに設計が行われた。側両が車輪の内側に設置された。 インサイドフレーム式台車が用いられている。軸箱や軸張りを一体化し、防振ゴムによって振動を抑制するとともに、車輪や枕バネにもゴムを使うことで、状態が悪い軌道でも振動や騒音を抑え、安定した走行を可能としている。台車に設置されている制動装置も、タトラカーと同様の電気式、ドラムブレーキと非常用の電磁吸着ブレーキとなっている。 これらの台車には、出力 45kW の手電動機が2台、搭載され、自在継ぎ手やハイボイドギアを介して車軸に動力が伝えられる。制御装置は、PCC カーやタトラカーと同様に、抵抗制御方式が用いられているが、これらは円形に配置された、多数のタップを用いた、超多段抵抗制御装置が使われた一方、KTM-5 は、 以前から薄地カタフスキー車両製造工場製の電車に用いられたカム軸制御装置が引き続き用いられている。また、運転室からの速度制御方式もタトラカーの足踏みペダルではなくハンドルが使われている。ワイパーや乗降扉の駆動には補助電源装置から供給された24ボルトの電力が用いられる。71から 605RM 長年の使用で、 老朽化が進んだ KTM-5 に対し、延命も兼ねた大規模な近代加工事が施された形式。ボロネジに存在したボロネジ路面電車、トロリーバス修理工場とウスチカタフスキー、車両製造工場が共同で開発した。車体は大枠を残して新しく作り替えられ、前面は試作のみに終わった KTM-6 を元にした丸みを帯びた形状に、 改められた。上空扉についても両開き式のプラグドアに変更され、車内照明は蛍光灯が採用された。電気機器も補助電源装置の静止系インバータへの交換、マイクロプロセッサ制御の導入など大規模な更新が実施された一方、制御装置は導入先によって異なっており、以下の形式に分けられた。KTM-5M3P82010 年以降、 クラスのダール支電向けに地方でつく機械製造工場で近代化工事が施された車両。台枠や梁を残して外装、内装が更新され、従来の車体と比較して強度が増加しているほか、乗降扉は二枚、折戸式に変更され、運転室には暖房機能を搭載した空調装置が搭載されている。サイリス体操制御方式を用いる制御装置も含めて、 電気機器も交換され、信頼性の向上が図られている。マグニトゴルスク市電で使用されている KTM-5 の一部について、延命を兼ねた近代化を行った車両。車体や内装を中心とした更新工事が2007年実施されており、2021年は16両が在籍する。2010年代以降、オムスク市電向けに近代化工事が施行されている車両。 側面のコルゲート加工が廃され、中央扉付近が低床構造となり、窓が下方向に拡大した。制御装置には、サイリス体操制御方式が用いられている。車体更新車両2010年代以降、クラスノヤルスク市電で使用されている、KTM-5 については、地元のクラスノヤルスク電気自動車修理工場による近代加工時が継続して行われているが、 2016年以降に更新対象となった車両については、新造車体への更新、誘導電動機やサイリス体操制御装置への換装といった大規模な近代化工事が施行されている。アクザム -62103 アクザム -62103 は、ベラルーシの輸送用機器メーカーのベルコムンマッシュが展開する車体の中央部が低床構造となっている。 路面電車車両である。そのうちのボシビルスク市電に向けて2017年以降、導入が行われている車両は、現地市会社の BKM シベリアにより KTM-5M3 の大枠や車輪が再利用された、機機流用車として生産されている。独立後、社会情勢の悪化により電力供給が不安定となり、定時運転がままならない状況になった、ジョージアのトビリでは、 一部車両に対してディーゼルエンジンを搭載したボンネットを取り付ける改造が行われ、河川を撤去した路線で路面起動車として使用された。ありがとうございます。